はい、こんにちは、翔太です。僕がね、2021年ね、ちょっとまあ振り返りじゃないけど、そんな感じのなんとなく自分的にしたいなと思ってたんで、それをまあするラジオ動画を撮っていこうと思います。で、まあ月ごとにちょっとずつ振り返っていこうかな。1月から、で、まあどんな内容になるかっていう、多分 YouTube の話と剣盾やってて、まあ、どうだったみたいな、こんな感じだったみたいな話かな。そんな感じでやっていこうと思います。で、一応ね、20年は何回かレート2000乗ってたんだけど、21年は多分1回しか行ってないっていうか、真面目にやれたシーズンもそんなに多くなかった状況だったんだけど、YouTube はそこそこそれなりにやってたから、まあ、月ごとに YouTube とポケモンやっててどんな感じだったかと、僕がやってなかったシーズンは全然別の話になるね。まあ、そんな感じで1月から行こうと思います。まあ、1月は、剣盾で言うとちょうどシーズン14だった時かな。で、確かね、冠環境の最終シーズンだったと思うんだよね。で、この頃って確か、僕が動画とか上げ始めて、どんぐらい経ってたんだろう。1年も経ってないのかな。ただなんかまあ、もうそれ以前に何回かレート2000とかは乗ってたから、まあ、受けループ使って、まあ、レート2000乗せてますみたいな感じでやってたから、まあ、受け回し好きな人はちょくちょく、見てくれてたみたいな感じだったかな。今、一応 YouTube のね、チャンネルアナリティクスっていうのを見てるんだけど、当時だと1日再生平均1000ぐらいなのかな。ざっくり。で、確か、2020年の12月から、その21年の1月1日までのシーズンで、確かその時は1回レート2000取って、だから冠環境僕1回だけレート2000を取ってるんだけど、それでなんか、1月はなんか家族とお酒飲んだり、したいなみたいな、お正月元旦だしみたいな、年末31日大晦日と、だから2000乗せて終わるっていう、僕多分唯一かな、2000乗せてるシーズンは必ず最終日あって、上を目指してたと思うんだけど、今シーズンは唯一だったね。うん。で、まあまあでも冠ルールで2000取れたしよかったなと思って、1月は確かやったけど全然勝てなかったんだっけな。で、普通に終わっちゃって、で、確かあと2月から禁電使えるルールが来るって聞いてたから、で、まあ剣盾にね、ありがちなんだけど、ルールのその変わり目の最終シーズンって言えばいいのかな、だから冠環境の最終シーズンの1月とかで、なんかちょっとやっぱ盛り下がっちゃうみたいなのがあるんだよね。みんな次のルールに目移りしちゃうから、それもあって、まああんま頑張っても YouTube 的にも伸びないだろうしなとかっていうのもあって、なんかやらなかったのもあるし、勝てなかったのも両方みたいな、兼ね備えてたみたいな感じだったね、確か。で、まあ、いよいよ禁電ルールが2月に入って始まって、このシーズンは確かめちゃくちゃ気合い入れてて、相当気合い入れてて、2月だからそうだよね、禁電ルールの最初のシーズンだよね、相当気合い入れてて、で、なんか無限ダイナでアクーラオス受けれるみたいな話を聞いて、とりあえず、周りの受ける使ってる人は組んでる構築っぽいのをほぼまあ並びパクって使うみたいな感じで最初やってたんだよね。イベルタル使って無限ダイナがいけるみたいな話聞いて、無限ダイナ使ってみたいな。で、途中で無限ダイナ軸を組んでて、受け駒を多少自分で真面目に考えて組んだんだよね。まあ軸の部分のダイナ無動とかは、まあ無動は完全にパクリだったね、中身は。で、無動、ダイナは、なんか調整とかはいけるっていう話しか聞いてなかったから、自分で確か考えて、で、そうしたら結構ね、周りの受けループ使ってる強い人と調整違って、なんか僕のが損してるみたいな感じだったんだよね、確か。あんま良くない調整使ってて、シーズン終わった後に構築記事読んで、あ、こっちの方が良かったんだとかって思ってたかな。で、このシーズンが確かめちゃくちゃ僕気合い入れてたから、で、2100にとにかく乗せたかったんだよね、レートを。まあ理由はいくつかあるんだけど、一つ目が、前の、その前って僕、まあまあいいとこまで行った時が、最終2桁で80何位とかだったっけな、ぐらいだったシーズンがあって、レートは2070いくつとかで、まあチキっちゃったんだよね、2桁入りたいと思って、途中で2桁入れるラインまでやって止めるみたいな。で、後でそれめちゃくちゃ後悔して、なんかもうちょっとやってればもしかしたら、21取れたかもしんないのにとかすげえ思って、で、まあ2桁は1回取っ
ったし、そこを目指してもしょうがないから 2-1 取るまでやり続けるって決めて、 2-1 取ったら止めるみたいな。まあ結局それも同じことっちゃ同じことなんだけど、まあ一個ずつそうやってこうステップを踏んでいくじゃないけど、まあそれがいいのかなとは思ってたから 2-1 取るまでやるって決めて、で時間的に朝のなんか8時40何分ぐらいにマッチングした最終戦に勝って 2-1 乗せたっていう思い出がありますね。でなんだっけ、確かね相手がアユミンさんだったんだよね。で 2-1 乗せて結構嬉しかったね。まあ結構知ってるさ、有名な実況者っていう相手がね、そういう人っていうのもあるし、なんかシンプルに 2-1 乗せれて嬉しいっていうのもあるし、で35位だったかな、まあ、2桁前半入るのも初めてだったから、いろいろこのシーズンは剣立てで全体で見るとそんなにちょっとインフレ寄りぐらいだったと思うんだよね。デフレでは決してなかったから、まあ 2-1 乗せやすいは乗せやすいシーズンだったかな。今のこのなんていうの、禁電ルールの2周目とかそういうのと比べると明らかにインフレしてるんだけど、あのもっともっとインフレしてるルールはいっぱいあるから、まあそういう意味だと、まあ1シーズン目だからそのルールの中では比較的 2-1 乗せやすかったかな。それでめちゃくちゃウキウキになってて、でその辺で結構確かね、登録者がめちゃくちゃ増えて、なんか一気に1000人いって、おーみたいな感じだったかな。で、そっからは多分3月のシーズン、4月のシーズンは、心身ともにやる気なしみたいな感じだったね。一回 2-1 取って、楽しかった楽しかったんだけど、もう別になんかこのルールいいかなみたいな。一回やって満足して、やらなくてみたいのが確か、3月4月だよね。ああで5月からが冠ルールが返ってきて、冠ルールね、まあ、1回は2000を取ったことがあるとはいえ、僕普通に苦手なのと、あの受けループ使う人みんなこのルール結構嫌いな人多いっていう僕の、まあ、印象があって、このルールも確か3ヶ月続いたんだよね。でだいぶ絶望して、確か6、7、8月までだったっけ ?7 月、7月、7月、まあ、全部そうだったんだよね。だから結構その時期絶望してて、8月入って、あれだ。禁止伝説が使えるんだけどダイマックスができないっていう神ルールが来て、このルールで、なんか結構 YouTube も伸びて、だいぶね、順調に見えたんだけど、確か僕勝てなかったんだよね。めちゃくちゃ楽しかったし、結構真剣に考えて、楽しかったから真剣に考えて結構一生懸命取り組んでたんだけど、全然勝てなくて、2000も取れなくて、だいぶなんか一番辛かったかな。で、確かこの時期ぐらいかな、それが9月ぐらいだと思うんだけど、なんかね、ダイパリメイクでレートがないみたいな、対戦機能がないみたいな情報を聞いて、まあ追い打ちみたいな感じだったよね。それで一気にもう、ぶっ壊れるみたいな。それで確かね、その時期一気に動画を投稿しなくなった覚えがあるね。それでなんかたまに趣味でちょっと月に3本 2、3本は言い過ぎか、5本ぐらいかなみたいな感じになって、まあ、10、11、12ときた感じかな。ちょいちょい、まあ僕が趣味でやってるね、なんか海外の MMO みたいなのがあるんだけど、それは、その間もずっと楽しくて、ちょこちょこやってたから、まあ、ちょっと動画を上げるみたいな感じの生活をしてたかな。で、今に至るみたいな。その間はほとんどランクマッチもやって、多分10、11、12は一切やってないかな。そんなノリだったね、多分。まあ、でも、どうなんだろう。こうしてみると終盤のね、失速感はちょっと否めないよね。それは良くなかったなと思うんだけど、まあまあでもそれを抜きにしても、まあ個人的には悪い1年ではなかったかな。まあ何より、まあ2月だから結構初期なんだけど、レート2100取れたっていうのと、チャンネル登録者が1000人いって小銭稼ぎがねできるようになったのと、そういうちょっとまあ嬉しいこともありつつって感じかな。だからまあそれを踏まえると、あれだね、今年の目標はなんか心を強く持つっていうか、こうなんていうの、
もうちょっと、まあ、心を強く持つってことかな。あとは、まあ、去年は結構、まあ、一昨年もそうか。だいぶなんか、ガチ対戦ってノリで結構やってて、それはね、結構楽しかったし、まあ、自分で納得いく結果が出せる時もあったし、出せない時もあったし、みたいな感じで、まあ、辛い気持ちと嬉しい気持ちはね、かなり、こう、混ざり合ってぶつかり合うというか まあそういう感じではあったんだけど、まあ、まあでもトータル的にはどうなんだろう、辛いの方が勝るのかな。辛いの方が勝るけど、ああ、まあでもなんか YouTube やってるからやれるみたいのはあるかな。例えばさ、レート2000とか2100とか最終何位とかって取ると、まあ YouTube やっぱそれなりに伸びるし、なんかこう見てくれてる人が頑張ってみたいに言ってくれたり、あとね、なんかよかったねみたいな、おめでとうみたいな、そういうのがあったりするから、で、まあ数字も出るじゃん、動画が伸びるとか登録者が増えるとか、そういうまあ楽しさみたいのはあったから、それはそれで悪くなかったかな。YouTube やってなかったら多分やれないかな、メンタル的には。辛さが勝っちゃうね。YouTube まで含めると、まあトータル的にはちょっと楽しいが勝るけど、まあでもそれぐらいがね、ちょうどいい気もする。楽しいだけだとなんか、いや、楽しいだけの方がそりゃいいはいいんだけど、なんて言うんだろう。なんか、ギャンブルと同じっていうわけじゃないけど、まあ、そんな感じにはなる。まあまあ、それに越したことはないのかもしれないけどね。楽しいが、こう、常に勝り続けるっていうのは、まあいいっていう話もあるんだけど、まあまあまあ、でも、まあ辛い思いをしたシーズンとかもあったりするから、勝ったシーズン嬉しいっていうのもあるし、まあそういう、誰しもが多分、ポケモンやってたら、ランクマッチとか、レートガチでやってたら多分、本当に勝てなくて、へらっちゃうシーズンとかはあると思うんだよね、誰しも。僕も当然何回もあったし、だからそれも含めて、まあ、ポケモン、そこも込み込みで、まあ、ポケモンやってるっていう感じではあったかな。そういう意味では、まあ、悪くはなかったかなと思いますね。まあ、あと、そうだね、なんか、まあ、ランクマーもね、もうちょっと頑張ってやりたい気持ちも、なきにしもあらずなんだけど、まあ、多分、2、1はもう取れないんじゃない？ できる気はしないね、少なくとも。もう一回やれと言われて。あのシーズン、まあ、僕が2、1取ったシーズンも、なんか、後から見ると、構築はめちゃくちゃ弱かったんだよね。僕が気合い入れまくって、僕のね、これ感想だから、他の人が僕に対してどう思ってるかはいろいろ意見あると思うんだけど、僕としては、僕は構築は結構弱かったと思ってて、なんで勝ってたかっていうと、多分、最終日の、なんていうの、集中力がえぐくて、全部なんかもう気合い入れまくってまくるみたいな。だから、3試合おきぐらいにね、タバコ吸いに行って気合い入れ直してみたいの、相当、だからもう朝の疲弊具合はえぐかったけど、そういう感じで結構なんか、勝ったシーズンだったから、再現性はないかな。構築が強くて、こう、立ち回りめちゃくちゃ気合い入れてじゃなくて、まあ安定行動で全部勝つのが僕は理想だと思ってるから、まあ、そういう、そういう構築を組みたいっていう気持ちはあるかな。構築を組みたい意欲はあるね。まあ、難しいから面白いんだけど。まあまあでもそこも含めると結構このゲーム楽しいかな。構築自分で組んだ方が多分楽しいよ、このゲーム。間違いなく。まあめちゃくちゃ強い構築を組んでくれる人はいつもいて、それを使って2、1取り続けれるみたいなのだったら、まあそれはそれで全然ありだと思うんだけど、まあ僕は構築組んだり、それを考えたりするのが好きだから、まあその時間を無限に用意できるとね、本当は一番いいんだけど、まあニート向きのゲームではあるんだけど、まあそういう感、まあ、それも込み込みでやっていきたいのもあるけど、まあじゃあ YouTube もうちょい伸ばしたいかな、今年は。あと、まあ、ポケモンもね、結構波のあるゲームだから、まあ、安定しないはしないんだよね。いや、コンテンツパワーがえぐいから、まあ、下振れた時でも、その、底堅さみたいのはあるんだけど、それでもまあ、ブレ方が結構ね、あるから、なんか、まあ、YouTube を商業化したいって意味だと、もうちょっとこう、活動の幅を広げるとか、まあ、
いろいろ、なんかね、まあ、YouTube を頑張りたいって感じかな。去年もまあ途中から割とそういう感じにシフトしてはいたんだけど、ただまあそのせいでね、そのダイパリメイクに結構絶望しちゃって、剣盾で減らってるところ、ランクマッチで勝てなくて減らってるところにそれが来て、もうなんかぶっ壊れたみたいなのがあったから、なんか、そうだね。まあ、両方なのかな。こう、車輪の、車のタイヤの両輪じゃないけど、右だけが進んでも前に進まないから、こう、左右一緒に、ね、前に進まなきゃいけないのと同じで、両方なんだろうけど、まあ、そうだね。まあ、でも全体的には、YouTube を伸ばしたいから、まあ、解説系のね、動画とかをやるっていう、考えだったり、まあ、こう、そういうのを相談してる、してるっていうか、まあ、YouTube やってる他の友達とかと、そういう話とか、昔してたんだけど、僕は、ただね、解説系の動画はね、結構なんか、しょうもなニュース解説チャンネルになっちゃうのが嫌で、それをしたくないっていうのがあったんだけど、だ僕が解説してるのって結構さ、僕だから解説できるものに限ってやってたんだよね。受けループの、まあ、これは他にも、そういう、もっと僕よりうまく、とかハイレベルなことを話せる人はいるんだけど、まあ一定のレベルではあると自負してて、その受けループの話とか、これは多分僕しか絶対話せないんだけど、僕が使って21取った自分の受けループの構築の話とか、それを解説しますとか、それはまあ明らかに僕よりうまく解説できる人多分存在しないんだよね。僕が作ったもので僕が使ってたから。まあそういうのに絞ってやってたんだけど、それは僕はね、僕しかできないっていうか、まあそれに近い寄りだから結構ありだと思ってたんだけど、その誰でも話せる解説、まあ誰でもその気になればさ、こうググって適当に調べて、ざっくりこんな感じかって言って解説してっていう、まあそれで結構ね、去年はみんな再生数を叩き出してた時代だったから、それでチャンネル登録者伸ばしたやつも結構いたから、それをね、まあやるべきだったっちゃやるべきだったんだろうね、結果的に数字を見ると。ただまあ、しょうもなニュース攻略解説チャンネルになりたくないっていう僕の、コントローラー落としたわ。触ってないのに。この、逆張り精神が発動してさ。いやー、でもね、流行りを少し追ったり掴んだりするのは大事だなとは思ったね。トレンドに、ただそのトレンドに後乗りしてもしょうがなくてさ、一番いいのは自分がトレンドを作ることなんだけど、まあ、なかなか難しくて、多分早めに乗れたやつの方が、うまくいくっていうか、そういう傾向はあると思うんだけど、なんかね、まあ難しいよね。なかなか、相当、まあそういうのなんかちょっと、そこをよく考えるべきかな。構築だけ考えてるんじゃなくて、どういう動画を出すとか、割と脳死で動画撮ってた感もあるから、どういう動画が伸びるかなみたいなのを多少狙って当てに行くみたいな、少しそういうことするか。まあ、なんか自分としては、それなりに、なんていうの、僕結構こういう活動をするにあたって、なんか、まあゲーム実況だから、なんか一個ゲームは一定以上のレベルにはいたいというか、そういう実績を取っておきたいなっていうのもあって、ポケモンで言うと、あ、これ別に他の人が例えばその実績がないから動画を上げるべきじゃないとかっていう意見ではないんだけど、僕がやるならなんか絶対レート2000は最低でも欲しいと思ってたし、できるなら21ってなんかそういうのを自分で持っときたいみたいな。それをサムネにできるからとかっていう理由じゃなくて、なんか自分の気持ち的になんかそれをこう持っていたいみたいのはあって、そういう意味では、なんかその辺は去年はある程度、まあ一回だけだけど 一応ね、クリアしたはしたから、なんかもうちょっとこう、YouTube に本腰を入れてなかったわけじゃないよね。途中まで毎日、1本とか、まあ、最低でも1本、多い日2本とかっていう投稿の仕方をしてたわけだから、まあ本数勝負にちょっとね、走っちゃった感もあったから、少しこう、本数勝負をするなら多分ジャンルを広げるべきだったんだよね。ポケモンの本数を増やしてもさ、見る人は変わんないから、本数で勝負するなら、なんか幅広くやるべきだったんだろうな、みたいな。だから、まあ今年はもうちょっと、本数はまあ2本、1日2本とかそういう無理はせず、1本なんだけど、少し狙って当てに行くみたいなね。それがいいかな。まあ、狙って、結構ね、僕の友達とかも狙って一発こう100万再生当てに行くみたいな。で、当ててたやつとかいるから。
まあ、やれなくはないんだなって、その理論上実現不可能ではないんだなっていうのは分かってるから、まあそこまでいかなくてもなんか、まあ、自分の中で、あ、再生数平均より多くいったなみたいのをなんか少しでも多く出せたらいいかな、それで平均を上げていきたいかな。まあただ剣盾もね、こう面白いルールが来る時があるから、まあもう一回2000とかは取りたいかな。年一2000、いや目標は低すぎるな、いくらなんでも。まあまあでも、うん、あとあれだね、ポケモンに限って言えば受けループに固執しないというか、割と受けループ以外使えないみたいなノリがあったから、少しそれはなんとかしたい、幅を広げたいのと、受けループ、いや受けループね、僕好きだし、ただ攻め駒取り入れる形の方が好きは好きだったんだよね、昔からずっと。ただなんかやってて構築を自分で考えてると結局受け6になってくっていうことがあって、それでまあ受け6を使ってたし、まあまあ自分では満足できる程度には勝ててたから、それで良かったんだけど、それがちょっと怪しくなってきてるからね。まあ攻め駒を取り入れるっていうか、なんかまあそういう意味でポケモン上手くなりたいっていうのもあるかな。受けループを使ってると上手くならないとかっていうわけじゃないとは思うんだけど、受けループで上手くなるのって受けループしか上手くならないからね。まあ当然っちゃ当然かもしんないんだけど、そのなんかこう使える幅を広げていきたいというか、自分の引き出し手札を増やしたいなみたいのはあるかな、ゲームをやってる中で。まあそういう意味でもうちょっと、そうだね、あとなんか、まあ、これは他力本願だけど、昔のあのプレイヤーアンノンズバトルグラウンドみたいな、ああいうバケモンが来てくんないかな。それで ああいうこれ他力本願だから目標にしてもしょうがないわ。まあ今年はなんか狙って当てに行くっていう、そっちかな。あ、切れてたわ、画面見てなかったら。まあまあそんな感じでいきましょうか。今年もね、まあまた動画を面白がって見てもらえるのが一番嬉しいですね。GG お疲れっす。